参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。はい、NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。本日4月9日木曜日の活動を振り返ってみようと思います。本日はですね、参議院の法制局からですね、お願いしていた法律案のですね、骨組みというか大枠ができたということで、メールの方でいただきました。この法律案はですね、消費税の税率を10%から5%に下げようというですね、法律案なんですね。2日前の4月7日火曜日に依頼したんですけど、たった2日でといいますか、それ非常に早くですね、法律案の骨組みの方を作っていただきました。いろいろとですね、法律案、税金に関する法律案って結構いろいろ細かい調整が必要みたいで、今後修正はね、本当にいろいろとね、方針次第でいろんな修正の方針が必要らしいんですけれど、それはさておきですね、とにかく10%から5%に下げようという、そういう方向性だけは出せたと思います。ちょっとですね、これはネット上に上げておりますので、そのページを紹介しようと思います。こちらになります。ちょっと画面切り替えます。これは私の、ブログなんですね。で、ブログの方に、記事として載せておきました。ですね、下の方になんですけど、一応、参議院法制局に作っていただいた、PDF ファイルにリンクを貼っておきましたので、これを、見てもらえればと思います。はい。なんだかんだで、やはりですね、法律案、結構、いろいろと細かいところ、たかがね、10%を5%に下げるだけというたん、方針としてはね、シンプルなんですけど、いろいろと考慮しな、しなきゃいけないことがたくさんあるということで、これ多分ね、これだけじゃないんですよね。これだけではなくて、たくさんいろいろと調整していかなきゃいけないところは、あるっちゃあるんですけど、それでもですね、大きな前進ができたかなと思います。で、この法案を提出、成立するかどうかはまずさておいてですね、提出するかどうかがまず最初の困難なところになります。この消費税の減税法案というのは、予算に関わってくるわけでですね、その際にですね、参議院でこの法案を提出するには、20人以上必要ということなんですね。賛同してもらう方が。だから最低人数ではですね、20人プラス発議者ということで、発議者1人、21人、私以外に20人。自分が発議者じゃなくても全然いいんですけど、少なくとも21人参議院議員が必要になってくる。衆議院だと51人になってくるわけで。どちらかでですね、この法律案が提出に至れば、いいんですけど、この先どうなるかっていうのはちょっとわかりません。ただですね、ありがたいことに、インターネット上、SNS ですね、Twitter と Facebook が主になると思うんですけど、そちらにもですね、上げたところ、反響をいただいて、拡散に協力していただいて、おります。いただいて、本当にありがとうございます。YouTube のユーチューバーの勝也さんであったりですね、あと、アメリカの政治に詳しいですね、渡瀬裕也さんであったり、あと、倉山充さん、ですね、ご協力いただいておりですね、大変ありがとうございます。ということで、本日、実はですね、倉山充さんもですね、この議員会館に来られて、挨拶を、少しだけお話をさせてもらいました。本日、チャンネルクララで佐藤正久参議院議員へのインタビュー動画があると思うんですけど、それ撮影し終わった後に、こちらにね、来られたということでございました。はい。そんなところでですね、とにかく、
消費税減税の、法案の、骨子のようなものが、できたということで、あとはこれをどうしていくかということになります。ちょっとどうし、いろいろと考えられるとは思いますけど、ネット上ではすでにいろいろと動いていただいておりまして、本当にありがとうございます。そうですね、いろいろは、今後やり方はいろいろとあると思うんですけど、上杉幹事長ね、国会議員のたくさんにたくさんですね、知り合いがおられますので、協力していただいたり、あとはですね、先ほどの、法律案のものをですね、印刷して、すべての、参議院議員にの事務所にのポストに入れていくというのも、一つの手かなとは思いますけど、とりあえず、いろいろと考えていこうと思います。はい。で、月曜日にですね、失礼、その前に、明日ですね、参議院の本会議があります。で、本会議の方で、3つかな、法案3つですね、採決があります。NHK から国民を守る党の投票サイトにもですね、その法案の投票できますので、もしね、会員登録された方がおられれば、そちらの、法律案への投票してもらえればとは思います。3つの法律案はですね、1つは外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案、もう1つは文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案、あとですね、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、およびマンションの建て替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案、この3つになります。はい。はい、明日の10時から参議院の本会議がありまして、所要時間10分ぐらいということで、ありました。はい。で、月曜日にですね、参議院の行政監視委員会というところで、質疑があります。これは、ですね、10分かける2で質問時間をいただいております。これは見せていいかなと思いますので、こんな感じで、質疑者が決まっております。主要野党の方で、江崎貴議員かな、あとは共産党、倉林明子議員、あとは沖縄の風、伊波洋一議員、あとみんなの党、私、浜田がですね、最初の10分です。これ前半戦なんですね。こちらで、質問をします。私の方はですね、いずれも高市総務大臣に、質問することになります。10分だけですけど、あんまりそんな長い時間ではないですけど、貴重な機会を有効利用しようと思います。あとですね、後半はですね、2時間コースの委員会になりまして、こっちは質疑者が結構います。自民党の方も質問されます。自民党、徳重正行議員、あとはですね、野党の方から吉川沙織議員、田辺正夫議員、田辺かな、はい、ちょっと読み方間違ってたらすいません。あとは公明党、竹内真二議員、共産党、山添拓議員、あとは沖縄の風、伊波洋一議員で、私、浜田聡です。こちらの方は、NHK を呼べたら NHK に質問をしようと思うんですけど、ちょっと、これは難しいかもしれないので、NHK が来なければ総務省に質問をするということになります。はい。ということで、一応、来週月曜日の行政監視委員会の報告でした。で、来週の水曜日にですね、東日本大震災復興特別委員会で、質問をすることになりますので、これもですね、今のうちに、見せて、これはね、見せていいと思います。質問時間、私が質問するのは最後の15分になります。それ以外にですね、自民党、高垣恵美子さん、あとは石井博夫さん、あとは野党の方からですね、
マスコ・テルヒコさん、石垣のりこさん、あとはですね、公明党の若松さん、あとは維新の会、梅村みずほさん、共産党の上智子さん、あとは沖縄の風宝哲美さん、碧水会の加田由紀子さん、最後、私、浜田が15分質問時間となります。はい、まあ、これもですね、ちょっとずつ準備の方をしていこうと思っています。はい、ということで、まあ、あとはですね、議員会館の事務所に届いた事務書類の方を紹介していこうと思います。まあ、最近の時期なので、補正予算、ね、各省庁から、ね、連日届いておりますが、消費者庁の方から、ね、補正予算の案が届いておりまして、まあ、いろいろと、ね、ありますけど、地方消費者行政強化交付金4億円、訪日観光客等相談体制強化1.35億円、消費者庁テレワーク環境整備0.15億円という形で、来ております。まあ、この機会にですね、テレワーク推進してもらえればと思いますけど、まあそうですね。はい、あとはですね、はい、あと町村州法という冊子が来ております。はい、あとはですね、ちょっと、仰々しい文字で、意見がファックスで届いております。とりあえず熊本市役所に土曜半ドン制を復活させることを許可してください。ということで、熊本市役所か。はい、まあちょっと、まあこういろいろな意見が来ておりますので、まあ紹介の方させてもらいました。あと、農林中金から農林金融という冊子が来ております。あとはですね、日銀の方から、短観というものが届いております。あとはですね、国立国会図書館および図書館調査および立法工作局の方から、外国の立法月刊版というものが届いております。まあ、新型コロナウイルス関連のに関でですね、まあ、他国、この場合だとイギリスとイタリアで法律が、まあ、せおな、なんていうか、いろいろと対策があるみたいで、まあ、そこの、ね、紹介など、まあ、紹介されております。あとは農林中金から、これも農林中金からなんですけど、金融市場という冊子をいただいております。あとはですね、日本政策金融公庫から調査月報という冊子をいただいております。はい、あとは大丈夫かな。はい、と日銀からですね、まあ日銀の紹介冊子、なんだろう、紹介冊子というか、まあ適当ですけど、はい、が来ております。はい、というわけで、まあ、本日の報告をしました。まあ、とにかく本日はですね、参議院の法制局から消費税の減税法案を、まあ、いただいたので、まあ、それをね、紹介させてもらいました。一応、参議院の法制局の方からは、まあ、公開の方をですね、許可いただいております。はい、まあ、あとですね、月曜日に、まあ、委員会があるので、まあ、その質疑ですね、まあ、いつも質問通告の方は終えております。あとですね、明日の予定をちょっと言い忘れてたんで言っておくと、まあ、午前10時から参議院の本会議がありまして、11時から党の役員会があります。参加者は私、浜田と立花孝志党首と、あと上杉幹事長も参加します。あとは渡辺芳美参議院議員の、まあ、秘書の方が参加されて、ちょっと丸山穂高議員はちょっと調整中とのことでした。あと13時から、幹部会見をします。こちらは私、浜田と上杉幹事長が参加予定です。で、まあ、14時からね、埼玉の方で
裁判がある関係で、多分ね、立花党首は会見の方には参加しないと思います。まあ、そんな予定があるということを最後に報告します。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。